アニョハセヨーナインです。6月1日から9店目替わりが始まっているんですが、今回はですね、私が何度もリピしたおすすめアイテムをご紹介したいと思います。クラウンしちゃけばいいよ。口中にない。まず1つ目がこちら、ビーガニフェクトクリーン&グロー青麦ファーストラハトナーパッドです。こちら私の YouTube で今まで何度も紹介してきたトナーパッドなんですが、視聴者様からもう本当にツルツルになりました、肌にツヤが出ますって好評なアイテム。こちらを使ってから今までトナーパッドを使ったことがなかったんだけど、今では手放せませんっていう方がすごく多いです。こちらが次世代ケミカルピーリングの主役の成分ラハ配合で、韓国の皮膚科でも人気なピーリング施術で使うラハ成分で作られたものになります。ピーリングって敏感肌ってひりつきそう、そうやって思う方もいらっしゃるんですが、弱酸性の低刺激成分でパッドも純綿 100% で作られているんですね。だから柔らかいし、私はこれでひりついたりとか刺激に感じたことはありませんでした。さらにはね、ヒアルロン酸より水分保持力が 20% も高いベータグルカン成分配合で、パッドも水分たっぷり、肌もしっかりと潤ってくれるし、ベタつかない。皮膚科でわざわざピーリングを受けなくても、自宅で手軽にこのパッド1枚で保湿、角質、皮脂、毛穴改善が同時にできるの。なので自宅でコツコツケアをしていれば、私はあえて皮膚科でピーリング施術は受ける必要はないなって個人的に思います。使い方は洗顔後エンボス面で角質を整えて、もう片面の柔らかい面で肌のキメに沿って拭き取ります。あとは5分程度パックのように貼り付けて使用することも可能です。本当にこれを使うとお肌がツヤツヤになるし、キメが整って水分補給もできるから、本当は私の YouTube に何度も出てるんだけど、こちらも全然残ってないんですが、もう何度リピしたかわからない、毎日使いやすくて何度もリピートしている商品です。角質ケアって美肌には本当に欠かせないので、ぜひ皆様もスキンケアに取り入れてほしいです。次はこちら、ビーガニフェクトイチジク毛穴アンプルです。こちらもね、 YouTube で何度も紹介してきた美容液になります。夏って外の気温が上がるじゃないですか、そうすると肌の温度も上がります。肌温度って4度上昇すると皮脂量って2倍になるんですね。つまり皮脂の分泌が増えることで毛穴が開いて、皮脂が毛穴に詰まることで吹き出物もできやすくなるんです。なので夏が近づくにつれて毛穴ケアとか皮脂ケアって徹底した方がいいの。こちらが毛穴アンプルという名前の通り、もう毛穴に必要な成分が全部入っているのね。毛穴の数、大きさ、深さ、面積、4つにアプローチが可能なの。しかも毛穴の改善だけではなくて、シワや美白の改善にも役立つので、毛穴の色素沈着とかにもいいです。でレビューを見てもね、短期間で毛穴の改善効果があったという方が多くて、私だけでなく購入者の方のほとんどがリピートしている商品になります。もっちりとしたテクスチャーなのに吸収力も抜群、角層奥まで毛穴ケアに特化した有効成分がしっかりと吸収されるの。使い続けるとブラックヘッドと毛穴改善に効果を感じるから、ぜひ悩んでいる方はトナーパッドとこういう感じでセットで使うといいと思います。次はじゃーん、エピューノルセラブルーチンスプレーです。これもね、私の鬼リピアイテム、1年以上前から使い始めて、多分もう3本は使い切って4本目ぐらいに入っている鬼リピアイテムになります。濡れた髪、乾燥した髪全てに使えるスプレータイプの洗い流さないトリートメントなの。こうやってシュッシュッてするだけで手につかないからすごく楽なのね。実は韓国の美容室の毛髪改善トリートメント効果を込めて作られたらしくて、たった5秒、なんと1回あたり25円で美容室の専門ケアが受けられるっていうアイテムなの。髪を洗った後のドライヤー前とドライヤー後両方にスプレーをすることで、ドライヤーの熱から髪を守ってくれるし、仕上げに再度これをかけることでより栄養補給が可能なの。何プッシュかはご自身の毛量とか長さによって変わってくると思うので、まあ、それに合わせてね使えば大丈夫なんですけど、私はね結構こんな感じでロングなので、韓国の乾燥がとにかくひどいんですよ。だからもうシュ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 って5プッシュぐらい使ってます。でこちらがね、熱を加えるほど毛髪の中に栄養を与えてくれるんですね。だから特にドライヤー前、ヘアアイロン前とかに使うとより効果的なので、これ使うとすごい指通りも良くなるし、私は朝の乾燥した髪の毛にまず使うんだけど、そうするとね寝てる間に髪の毛って摩擦するから、やっぱごわついたりとか、やっぱすっごい乾燥するんですよ。これをかけ
けることで指通りが良くなってブラッシングがすごいしやすくなるの。髪の毛すごいサラサラじゃない？でこのスプレーがね、今こうやって詰め替えタイプも発売されてて、これはさリピートとかストック用にぴったりですよね。だから私もね前使ったのをこうやって空の瓶を取っといてます。環境にも優しいし、こうやってね5から7回ぐらい軽く振って本瓶に入れるだけだからすごく楽。あとこれ香りがすごくいいんですよ。ディオールのブルーミングブーケの香りに似ていて、私がこれをつけてアートメイクとヘッドスパに行った時にね、何の香水って施術の人に聞かれたの。それをつけるたびにいい香りって言われて本当に評判がいい。なので万人受けする香りだと思います。あとね、私はこれのシャンプーも大好きで、エピューナルセラブルーチン損傷シャンプーです。これはねぜひセットで使ってください。もうシャンプー聞かれるたびに私はエピューナル必ずおすすめしてるんですけど、視聴者さんにも大好評でね、よかったですって何度もメッセージが来ている商品になります。ダメージヘアの方に特におすすめなんですが、夏って紫外線も強くなってから紫外線によって髪の毛もダメージを受けるのね。なので夏は特に毛髪ケアはしっかりとした方がいいんですけど、こちらのシャンプーはエピューノル独自成分であるセラブルーチンという栄養成分が配合されてて、そのセラブルーチンの中のセラミド成分が髪の毛だったり頭皮の奥深くまで栄養感を与えてキューティクルの改善に役立つの。髪の毛がすごいサラサラになるし、オンマもこれが大好きでね、オンマって髪染めてるからダメージ気にしているんだけど、そんなオンマもリピートしている商品です。あとこれがボリューム特許成分が入ってるのね。なのでヘアのボリューム感アップにも役立つから髪の毛がペチャンってなりにくいんですよ。高濃縮のジェルタイプで密度の高い泡が出るから洗浄力も高いの。夏って皮脂も出やすいし匂いやベタつき気になりやすいじゃないですか。そんな季節にもぴったり。スプレーとセットで使えばね本当にツヤッサラになるのですごくおすすめです。次は夏の紫外線ケアにおすすめなアイテムをご紹介します。スリビティリポイナソンです。こちらも前 YouTube でご紹介した美白サプリなんですが、美味しくてね継続して今も飲んでいるのでまたご紹介させていただきます。これがね顔だけじゃなくって脇とか膝とか肘などの色素沈着もアプローチしてくれる、まさにオールインワン美白サプリなの。さらに美白だけではなくてコラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチン、ナイアシンアミドなどの成分も含まれているから肌全体のコンディションアップにも役立つんですね。これが飲む日焼け止めにもなるんですよ。なのでまあ塗るだけじゃなくってね内側からもケアをすれば紫外線を徹底バリアできるの。味もね桃味ですごい美味しいの。水と混ぜるとプルプルになる。すごいプルプルでしょ。これが抗顔料の証拠なんですよ。あとねヨーグルトに混ぜると桃のヨーグルトみたいになって美味しいからやってみて。夏といえばやっぱダイエットじゃないですか。じゃーん、スリビティスリニングゼリーです。これもね前 YouTube に紹介したんですが、私が食後のデザートで必ず食べてるゼリーなの。私さ桃が好きなんだけど、これも桃味で美味しいの。私はね今結構外が暑いから凍らして食べてるんだけど、シャーベットみたいになるからおすすめです。こちらが難消化腺デキストリン配合で食後の血糖値上昇を抑制し体重増加につながるインスリン分泌と脂肪合成を防いでくれるんですね。ダイエット中ってどうしても便秘になる方が多いと思うんですが、デキストリン成分は水に触れることで便を柔らかくし円滑な腸内活動を促進させるから便秘ケアにダイエットサポートまでできるサプリなの。あと私が一緒に摂取してるのがね、じゃーん、スリビティスリニングティーです。こちらがですねブラクとオリゴ菌が配合で腸内活動を活性化させるから便秘解消にいいのと、ガルシニアエキスも入ってるのね。なので体脂肪減少にも効果的なの。これもね桃味で飲みやすいの。1日1杯好きなタイミングで飲むだけで、さっきのゼリーとティーはセットで取ることでより効果的なので、私はね必ずセットで取ってます。これセットで取り始めてから食べ過ぎても体重が増えにくくなりました。次はですねじゃーん、エルゴボディトゥムセルフィニッシャーです。これはね主にコリが気になる時に使ってるんだけど、ホームケア初心者の方に超おすすめの8つのヘッド、6段の強度調整、5つのマッサージ振動パターンを持っている、悩み別にケアができるオールインワンマッサージ機なの。あとはお肌の張りまでケアが可能なの。美容にはリンパの流れを良くすることが大事。どんなに頑張ってスキンケアをしても顔色が悪い、くすんでる、むくんでる、経験あると思うんですよ。私が韓国の有名なスパでケアを受けた時にこんな
にっていうぐらい顔がキュッてちっちゃくなって肌がもっちもちになってトーンアップしたのね。その時改めて私ってどれだけ凝っててから血の巡り悪かったんだろうって気づかされた。つまりリンパを流すことで血液循環と老廃物の排出、むくみの除去、そして肌の改善まで効果を得られるっていうわけなんですよ。でも毎回スパとか行ってられないじゃないですか。そんな時にリンパケアができるトゥムセルフィニッシャーがおすすめなの。全身に使えるんだけどね、これを使うとすごく血の巡りが良くなるの。あとこれでねセルライト除去と赤 LED で弾力ケアまでしてくれるから露出が増える夏に特にぴったり。8つのヘッド、6段の強度調整、5つのマッサージ振動パターンでお好みの目的に合わせて使っていただけます。詳しくはね前の動画を参考にしてください。日本語の説明書もあるのでね安心して使っていただけます。はい、最後になりました。じゃーん、エルゴボディシェイピーコアです。私さ YouTube で座りっぱなし生活で腰の歪みともうこうやって姿勢が悪くなっちゃってるのね。だから矯正したいってずっと思ってたんですよ。で最近ピラティスに通い始めたんだけど時間もないし毎日通ってられないから、まあ、通わない時はねやっぱホームケアしたいと思ってたんですよ。それで家で使い始めたのがこれなの。なんと韓国で理学療法士がおすすめした商品で、なんと人気すぎて累計販売数10万個を突破した商品なの。骨盤が前方に傾いていると腰の痛みがひどくなるそうなんですね。まさに私がそれなのよ。でそんな時に収縮した腰の骨の筋肉をほぐさないといけないんですけど、このシェイピーコアはね8つの突起で好きな部位にセルフケアが可能で姿勢が改善されてダイエット効果まで得られるらしいの。筋肉をこうしっかりと刺激してくれるんですよ。縦横20センチ程度のコンパクトなサイズ感でね、家だけじゃなくって旅先にも持っていきやすいサイズ感だと思います。もうねどこでもホームピラティスっていう感じ。毎日寝る前にベッドの上で使用するだけで全体的な姿勢の改善に役立つし、本当にねなんか筋肉がほぐれる感じ、あとは腰の痛みもねちゃんと軽減される感じがあったの。あとは姿勢の矯正にも役立つから、やっぱ姿勢が変わるだけで見た目もね本当に全然違う。だから今年の夏姿勢を矯正しながらダイエットとシナジー効果を得たい方はぜひ使ってみてください。これもねちゃんと日本語の説明書があるので安心して使っていただけます。はい、ということでね今日は私がたくさんリピートしているアイテムをご紹介させていただいたんですけれども、これからの夏にね特にもう活躍できるアイテムかと思いますので、ぜひこの9点目代わりのお得な機会にゲットしてみてください。詳しい内容や購入先はすべて概要欄やコメント欄に記載しておきますので、そちらからチェックお願いします。また購入レビューの際にナインちゃんの動画見て買ったよと一言でもいいので添えていただけますとすごく励みになるので応援いただけたら嬉しいです。今年中にチャンネル登録者5万人を目標としております。ぜひまだな方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローお願いします。クラーンウリンタウンマンだよ。